東富山駅は、富山県富山市東、富山ことぶき町三丁目にある、愛の風富山鉄道線、日本貨物鉄道の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅である。このほか数本の側線も有している。一番線ホーム下り方面の側線には、保守用車両が留置されている。 駅舎内にはかつてキヨスクが営業していたが、1999年3月28日をもって、閉店した。駅構内には、自動券売機と、待合室のほか便所がある。JR 西日本北陸本線時代末期は、富山地域鉄道部が管理し、JR 西日本金沢メンテックが、駅務を受託する、業務委託駅であった。愛の風富山鉄道の経営も、 業務委託駅の形態は維持されたが、緑の窓口は経営移管に合わせて営業を終了している。当駅の東側では、宅地等の造成が行われていることから、2021年3月28日には新たに東口改札が開設されている。2017年3月の新旅客案内システム導入に伴い、他の富山市内の駅と共通で、2012年に、 富山県ふるさとの歌として制作された、ふるさとの空のイントロ部のアレンジが到着メロディとして、使用開始された。1970年当時の東富山駅、周辺航空写真、JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅とされているが、貨物列車の発着はない。ただし、鉄道要欄平成28年度初秋の、路線図からは当駅の記述が削除されている。 貨物の二役設備は特に設けられておらず、専用線も当駅には接続していない。1987年4月1日の JR 貨物発足当時はシャーツ貨物を取り扱う駅であったが、その後1996年3月16日よりシャーツ貨物の取り扱いは臨時となった。1951年12月15日付、 鉄道広報第732号通報専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、 当駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。なお、上系の専用線は1990年代までにすべて廃止され、当駅構内の貨物用側線は撤去されている。2020年度の1日平均乗車人員は1155人である。 各年度の1日平均乗車人員は以下の通りである。東駅北側を通る国道415号は2001年度より富山東バイパスとして拡幅工事を行っており、2015年2月9日には土地収容法第20条に基づき踏切解消のため個線橋を設置する旨の事業認定が告示された。 当駅周辺は2016年5月18日に、富山高岡広域都市計画区域のうちの市街各域に指定されており、当駅東側には住宅団地等が造成される見込みとなっている。駅前の広場に路線バスは乗り入れていない。なお、近隣のバス停として、駅西側の県道172号にある中田バス停及び、 駅北側の国道415号にある東富山駅口バス停がある。ありがとうございます。